綺麗。青くてすごい綺麗で、これだけ咲いてると圧巻ですね。ゴールデンウィーク中は可憐なネモフィラが咲き誇り、爽やかなブルーの絨毯が広がった杵築市の大分農業文化公園ルルパーク。今はアイスランドポピーが見頃となっています。連日にぎわいを見せていますが、コロナ禍で大きな打撃を受けました。2020年のゴールデンウィーク期間中は休園となったほか、その後もイベントの中止などを余儀なくされました。来園者数は前年度と比べおよそ5万人減少。この3年間は様々な制限を受けてきました。スタッフとしてはたくさんの人にですね、お花を見てもらいたいという一心で作っておりますので、そこは大変残念な気持ちでおりました。こうした中、アフターコロナへの起爆剤になればと、今年4月園内に開設されたのが、大分市在住の人気画家北村直人さんのギャラリー兼アトリエです。鮮やかで斬新な色使いが印象的な北村さんの作品は、全国放送のドラマで起用され、一気に注目されるようになりました。こちらでは現在17点を展示しています。また創作活動の場としても活用するほか、即興で絵を描くライブペインティングを開くなど、北村さんも施設の活性化に一役買いたいと話します。いろいろできることはやってみようみたいな感じの新たなこう試みの一つだったので、いいチャンスをもらえてよかったなと思います。この日北村さんは脱コロナをイメージして絵を描いてくれました。絵の具を大胆に手で直接伸ばしていきます。さらにペインティングナイフで色を重ねたりして仕上げていくと、迫力のある龍の絵が完成です。コロナ禍という苦難の時期を乗り越え進んでいくというメッセージが込められています。まだまだこう時間はかかるかもしれないし、傷は癒えない人がたくさんいるとは思うんですけど、それでもこう希望的なものが描けたらいいなとは思って。施設の入り口では縦7メートル横5メートルほどの北村さんの大きな作品が訪れた人たちを出迎えます。このほかステッカーやポストカードといったグッズを販売するコーナーも設置されました。アート業界の、そのカテゴリーの中で、やるだけじゃなくて、いろんな人たちとこう協力して、より大分県が盛り上がったり、魅力のある県だってことを知ってもらえると一番いいなと思います。営業の自粛やイベントの中止など、新型コロナに翻弄され続けてきた観光業界、復活に向けた挑戦が始まっています。